日曜日の朝にこうしてたくさんの人が集まって来れること、本当に感謝します。少しの間、見れなかった顔が見れて嬉しいですね。本当にこの建物、そして駐車場を埋めて、また新しい建物を手に入れたいですね。<laughs> Warehouse over here. I know. そのうち、あそこの黒猫マトの倉庫もあの勝,ち取っちゃ勝ち取っちゃいましょう。オラフさんのためにあのサイクリングコースを作ってあげたいですね。昨日気し本当に素晴らしい天気、えー 皆さん、エンジョイしてますでしょうか昨日は CS の遠足があったそうですけども、ユキさん、今、上にいるんですけど約70人ほどが参加したそうです。70人が参加しましまた <laughs> おそらく日本の教会の平均人数はおそらく30人から40人くらいだと私は思うんですけどもこのコロナの中で ICF のイベントに70人もの人が参加しましたハレルヤ。神様は働いておられます。神様は生きてます。神様にワクチンはいりません。 神様ご自身が私たちにワクチンを与えてくれますそれ,それはイエス・キリストの血潮によって私たちの罪が清められることですアーメンでは立ち上がって一緒に宣言していきたいと思います私は聖書に書いてある通りのもです私は聖書に書いてある通りのものです 私は持っていると聖書に書いてあるものを持っています。私は聖書にできると書いてあることができます。私はそうします。そして悪魔は何もできない。あマグファーのお私 私と共に種を褒めよ、共に皆をあがめよう。あめん。あめん、あめん、あめん。God is good。神様、よかったです。God is good。よかったです。Well, you know, have you ever found yourself, you know, asking God, God, please get me out of this situation? ところで皆さん、こういう状況ないでしょうか

Hear answers lots of times. そういったものを神様に願って祈って祈り続けたとしても多くの場合はその返答はないんですね。そういった場合私たちは祈りを変える必要があるんですね。ある時弟子たちがイエス様のところに来た時に弟子たちはイエス様にこう言,ったこう言いました。 イエス様私たちに祈りの仕方を教えてください。Those, those あなたのように力強い祈りをしたいので教えてくださいと。私たちはあ,あれからまたこれから逃げたい、脱出したいと祈るけれど。イエスキリストはルカの11章2節でこう言っています。Luke 11, サイ、ハローッビーヨーネーム、ヨーキングドン、カム。お読みします、そこですわからに言われた、祈るときにはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますよスに、ニ、国が来ますよスに。Jesus gave us the answer to our problems. イエススキリストは私たちの問題に対するその答えをここで既に出してくれているんです。I in. 私たちはこの置かれている状況から抜け出したい、逃げたい、脱出したいと思うかもしれませんけども。And <Jesus> said, そこで、イエス様は、<your> 様は祈りを変えなさいと言ってます。God, Your Kingdom come. 神様、あなたの御国が来るように。Your Kingdom come into my school.

私たちはさっき賛美の中でと歌いましたイエスが来るようにそして天の御国が来るように said, イエス・キリストはあなたがそこから抜け出すんじゃなくて私がその場所に来るようにと祈りなさいと言っていますそしてそのことを祈るとすべての状況が変わります私はあなたのことを知らないけど 皆さんどうか分かりませんけども、えっと、オンラインで何か物を買うときに私はほとんどオンラインで物は買わないんですけども私自身はこの前オンラインでウェットスーツを買ったんですね。<my> surfing, もちろんサーフィンのためなんですけども。 その,洗濯,の洗濯機の奥の中その吸収するものを回すやつがそのギアがなんか引っかかってしまって回らなかったんですね。 なので楽天で調べてみて、インターネットで何か調べるときにどうするかというと、その出されている商品の概要欄を見るんですね。 どんなもので作られているのか、どんなサイズなのか、そういった細かい詳しいことを見るんです。Is this, is this, this この出されている商品は自分自身が持っているこの洗濯機に適するものなのかを確認するます。その説明欄を見て、そして自分が欲しいものと一致すれば。 カゴに入れる、買うというボタンを押します。You know イエスキリストは同じように天の御国の,その概要欄、説明書をくれました。Have, 私たちが抱えている全ての問題を私たちがこの御言葉を読むときに、 私たちはただ、三国が来ますようにというそのボタンを押すだけで全ての問題が解決されるんです。今日は皆さんに神,の神様の三国が私たちの人生に来るようにそのことをシェアしいたいと思います。 でもその前に神様の御国がどのようなものなのか私たちは知る必要があるんですね。イエス様はこの御言葉の中で、聖書の中で、天の御国がいかなるものかを説明しています。私たちは神様に来てくださいと。 言ったはいいもののそれを実際に思ってなかったら意味はないんですね。So、a few, a few なので神様の国がどんなものなのかをい,いくつかの成長書箇所を読んで、えー、シ,ェアしていシェアしたいと思います。14, まず、えー、ローマ書の、えー、14章17節お読みします。 お読みします。なぜなら神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。神様の国というものは肉体的なものではないんですね。たとえ、神様はいつも私たちの必要を満たしてくれますけど、私たちがあれや欲しい。これ欲しいというそういったものではないんですね。 神様の国というのはどんなものかというと、義と平和とト、うん、霊による喜びというものです。天の御国では、うん、といつも、うん、と義が行われる、正義が行われるんでする、ね、悪いことは何も起こらないんです。天の御国では、 うんと完璧な平和が保たれているんです。No worries. No、fears. 恐れやまた、思い煩いがないところなんです、ね。Do it あの来週あのミーティングどうやって どうすればいいんだろうというそういった思いはないんですね。Peace, そしてそれに加わって喜びがあるんです。喜びがあって幸せがあるんですね。私たちは天の御国ではいつも幸せです。これが神の,国の神の御国の中に入っているものなんですね。More, もう一つ聖書の御言葉をお読みしたいと思います。 ヨハネの目示録の二十一章四節。二十一章四節お読みします。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。ハレルヤこれが天の御国なんですね。No、悲しみがない。No、うんと叫びがない。 苦しみがない。病気がない。私たちが持っている病、病気というものは天の御国に入るときに亡くなるんです。私たちが叫んでいることも天の御国ではなくなるんです。ででななですべてのものが過ぎ去ると書いています。愛、力、そして喜びというのは 神様のえと御国の中で現れるんですね。そのえと道は金で、えー、覆われています。Oh, s <S 本当に美しいものです。そういった場所にいると私たちは肉体だけではなくて心から本当に自由になるんです。Now, では皆さん、天の御国が来てほしいと思う方いますでしょうかこのような天の御国が私たちの家族に来てくださいとそういったこと,ことを願っている人いますでしょうか喜び、癒やしが、そして力が。 私の人生に、私の家族の人生、私の家族の人生、私のてください私の職場に私のご近所さんにの家族の人生、私の家族の人生、私の家族の人生、私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 の人生、来の人生、私の人の人生、私の人生、私の人生、私私の人生、て,さがるての人生、私の人の私 どのようにして私たちは神様の御国を私たちの問題のただの中の中に入れることができるんでしょうか私たちはこの御国がどれだけ素晴らしいものかを知っています。ではその御国を、天の御国をどうすれば受け入れることができるでしょうか今日は3つほどその中でシェアしたいことがあります。まず1つ目。 先ほども読んだんですけどもルカの福音書の11章2節まず1つ目は「祈ることです」「神様に神様に来るようにと求めることなんです」「ね私たちはいつも神様に 抜け出したい、ここから脱出したいと祈るんですけど、それではなくて、神様がそこの場所に来るようにと私たちは祈る必要があるんです。どんな奇跡も癒しも解放も祈りから出ないと始まらないんですね。そういったものは、人々が叫んで神様に求めるときに起こっていくんです。

コーネリアスはそのご近所さんとか友達とかみんなを同じところに集めたんですね。その場所は人々で満ちていました。そしてその場所でペテロが言葉を発したときに精霊が。 下って全ての人に下っていったんです。そしてその言葉を聞いていた全ての人が精霊によって満たされたんです。本当に素晴らしい奇跡ですね。神様の御国がそのコルネリアスの家にやってきたんです。なぜでしょうか なぜ来たんでしょうかんと人の働きの10章30節をお読みしておりますする,とするとコルネリオがこう言った4日前のこの時刻に私が家で午後3時の祈りをしていますとどうでしょう輝いた衣を着た人が私の前に立って31節もお読みしますこう言いましたコルネリオあなたの祈りは聞き入れられあなたの施しは神の前に覚えられている そして3二節も読みしますそれで、ヨッパに人をやって、シモンを招きなさい彼の名はペテロとも呼ばれているこの人はミ辺にあるカワメナメシのシモンの家に泊まっている Go back to 31, p l e a s e 節に戻って、くれますでしょうか。The angel came to Cornelius。天使がコルネリオのところに来たんですね。そして何と言ったでしょうか。You know, your good soldier skills, your speaking skills are wonderful. あなたの本当に その話上手だしそのスキルは認めるけどもそのリーダーシップは認め,て認めるけども経済的にもうまくいってるから私は来たんだけどそうではなかったんですそういったスキルがあったからではなくて天使が来たのはその祈りが聞かれたから来たんだよと言ってるんですそしてその捧げ物を見て来たんだよと コルネリオという人は祈りの人であったんです、ね。その祈りがどんなものだったのか、その詳しいことは分かりませんけども。でも、その祈りによってどんな結果が来たかは私たちは見るんす。そのコルネリオの家族、また友達、近所の人々が救われたんです。 ペテルはその場所に来たんですね。なぜかというと、コルネリオがそのように来るようにと、そういう行動を起こしたからなんですけども。そうって、コルネリオがその行動を起こしたから、ペテルはその場所に来たんですね。そして、その場所で、ペテルは言葉を話しましたんもちろん、この奇跡が始まる前には、それぞれ細かいことがあるんですけども。 でもこの神様の働きを起こす大きなきっかけとなったのは、コルネリオの祈りだったんです。その祈りからすべての,この大きな働きが起こっていったんです。 私たちも同じように、祈ると時に、神様の奇跡が起で、こっていくんです、ね、神様あなたの御国がこの問題の時に、この時に、この時に、に、この時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 に、の時に、こ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 のように、この時に,に、この時に、こに、この時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 に、に、この時に、このに、に、のに、のこのに、に、 <Be> careful. 気をつけてください。An そう祈り続けていると、そのうち天使が現れますよ。<answers> 神様は祈りを聞かれているんです。そして私たちが求めていることに対してのその答えを持ってくるんです。according to his will. それは神様の御心が行われるんですね。私たちのやりたいことではなくて。私たちは神様は今日の状況を変えてくださいと。でも神様の御心は違くて、ただ私がその場所に来るように祈りなさいと言ってるんです。そういったものをその家族の中で、また職場の中で体験しなさいと。 その奇跡働きは必ず起こるんです。私自身も自分の人生の中でそれを経験しました。私も私の妻もそれを経験しました。私は私の妻もそれを経験しました。私はの妻もそれを経験しは私

私もその素晴らしい新川西に住んでますよと。新川西というのは札幌の中でも唯一教会がないところなんですね。 新川には教会があります。飛騨にも教会があります。ハッサムにも教会があります。宮之澤にももちろん教会があります、ね。でも新川西に教会はないんですね。その当時、その素晴らしい本当に言葉も出ないほどの素晴らしいその新川西にクリスチャンが他にいることを知らなかったんです。So I <laughs> <laughs> そこで私は妻と話してこのシンカーにしが救われるように一緒に祈ろうと。その時彼女は言ってくれなかったんですけども後から聞いたところその時私の妻はなんでそんなことを言ったんだと思ったそうですね。Yeah. I, I もちろんこの国のために、日本のために、祈ることは素晴らしいことなんですけども。でもまず、この自分たちが住んでいるこの新川西で人々が救われるように祈っていこうと。毎日ではなかったんですけども、4回から5回ほど、週に一緒に祈ったんですね。 他のこともいろいろ祈ったんですけどその中でじゃあ神官にしのために祈ろうというそういう神官のために祈る神官にしのために祈るセクションを設けたんですね。それが二十一年前の話だったんですけどそこで二人のメンバーが救われました。そしてその旦那さんが救われて、<get> 子供たちが救われて、そしてうんと道路を挟んだご近所さんもまた救われて、そして彼女の そして、また違う、えー、反対側に住んでた、ご近所さんも救われて daughter, a, そして、お父さんもお母さんもた、たくさん人々が住んでた。そして、お父さんもお母さんもんでた。たくさん人々がそして、お父さんもお母さんも住んでた、ね。たくさん人々が住んでた。そして、お父んどんどんどん進んでいって。And, and nights, そして、今、now, うん、毎週金曜日の夜。 私は新川西に住んでいるある旦那さんと一緒に聖書の学び会をしています。本当にこの20年間の中で何人の人が救われたか覚えてないぐらいです。新川西のために祈り始めてから。 もちろん、祈り、全てが自分の祈りから始まったとそういうことではないんですけども。もちろん、いろいろな皆さんの祈りとかいろんな行動も伴いますけども。でも、神様が私にこう言っていると思うんですね。ブライアン、今、あなたが捨ていること、あなたが祈っていること、は正しいことで続けなさい。続けなさい。祈りは 必ずうまくいくんだよ。祈りはうまくいくんだよと。祈りというのは神様の心そして神様の働きを自分たちの人生の中で、えー、働くようにしてくれるんだよと。I r e m e ジャンセン何年前かわからないんですけども。何 1>, 1年前ぐらい。 みやのサワーのために、みやのサワーのリードをするときはいつも彼は、うん、ミヤに、ノサワのために、そして年配の人たちのために、祈ろうということをしたんですやのサワーのために、みやのサワーのために、みのサワーのために、みやのサワーのために、みやのサワのために、みやのサワーのたに、のサのたちのために、祈ろう。サワーサワのために、みやのサーのために、のために、みやののために、みやのためのサワーのために、みに、 私はその時あ何が起こるんだろうこうやって祈ることによってどんな結果が来るんだろうとワクワクしてました。そしてその結果、去年の終わり頃、いう方が来てくれそして、彼は50歳ぐらいに見えるんですけども。You see? I connect the dots. その結果が見て見えたんです。ミアノサワと年配ののために乗った時に、ミアノサワに住んでる、えー、年配の方が来て救われたんです、ね。私がオンラインでウェットスーツを頼む時は その結果として、梅干し弁当は来ないんですね。私が頼んだものがやってくるんです。私たちが神様あな、あなたがこの状況に来るようにと、祈るときに、職場に来るように家族に来るようにあなたの御国りが来るようにと、求めるときに、イエス様は、分かったよと。じゃあ行くか。じゃあ行くよと。 そしてその結果本当に素晴らしくて栄光に富んだものとなるんです。Pray your kingdom come。ので神様の御国りが来るように祈り続けてくださいでは、二つ目のポイントどうすれば神様は、つ目のポイントるのかインのポイ1のポイントのポイ四トは、1つ目のポ1つ目のポイ1の1のポ1の1つのの1

私たちが過去にされたこと、をまた今持っていることで感謝するときに。そして神様がすること、神様がなさることを、賛美するときに。そういったことをするときに私たちはその御国に入っていくんです。もう一つの聖書箇をお読みします。 詩篇の22二ン、えー、三節ンおやみします。22, <3. S 2> 詩篇二22、三節お読みします。<Yeah. S 2> けれども、あなたは、聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。You are enthroned.Your throne is built on the praises of God. You are e n t h r o n e d s u m a o s that s a y s y e イスラエルの賛美をすまいとしておられる s す his mercy seat, where he sits. The king's seat. Where the king takes his seat and does his business. When we praise and thank God for all his goodness and wonderful things he's done, he says, there comes a seat. It comes. Right、私たちが conscious で、サンビスコトニョって、そのみもそがやってくるんです。なので私たちが 賛美して感謝することによってその水がやってきて全ての悪霊はその場所から離れないといけないんです。聖書には悪霊たちは神様本当に神様に対して恐れおののいていると書いてあります。悪魔,は悪魔という 自分たちの人生を引きずり下ろそうとしているその悪魔が恐れおののくんです。なので私たちが祈って、そしてその水が神様がその場所にやってくると全ての悪霊たちは逃げないといけないんですね。天の父である本当に素晴らしくて力強い方が。 神様、今までしてきたことを感謝します。これからもすることも感謝します。今持っているものを感謝します。私たちが言うときに、その行動というのは神様の神様は私たちの人生に。 呼び求めているんですね。その結婚生活の中に、自分の人生の中に、そして学校の中に、そして近所の中に。 私今でもはっきりと覚えているんですけども、本当に何年も前に、マダガスカルからリザさんが、知っている方もいるかと思うんですけども、本当に何年も前にマダガスカルでのリザさんがいた時に。リザさんも含めて約10人ほどのメンバーで、大通りに行って賛美をしようということになりました。 そして大通りのドマンナカで神様に賛美ビスしてる。そしてオドリのドマンナカで神様にサンビスしてる。そして、そのサン通りしてる別に本当に、何かすごい重たいものを感じたんです。 今でもはっきり覚えているのは私たちがその3秒を振ってくにつれてその雰囲気がガラッと変わったんです。3秒始めたと同時にその雰囲気がガラッと変わって人々がやってきてえそれどういう曲なんですかどんな意味があるんですかとか人々が話しかけてきたんですね。 その時、もしかすると、私たちは、その時、私はもしかしたらああ空気が重たいから、ちょっと雰囲気が悪いから、他のとこで行って賛美しようかなっていうこともできたはずです。多分場所が悪いから、場所を変えないといけないなと、そういうこともできたはずです。でもそれでも私たちは感謝して賛美し続けたんですね。 その行動によって神様の御国がその場所に来たんです本当にそして神様の義平和そして喜びがその場所でを満たしたんですねイエス様という方は場所 特定の場所は別に気にしてないんですその置かれている状況というものは気にしないんですねなぜならイエス様がその場所に来るときに神様の御国が来るということを知っているからなんですねそして暗闇がそその場所から逃げないといけないということを分かっているからなんです感謝とプレイヤー

神様がすでにしてくれたことを感謝してください。そして今すでに持っているものに対して神様に感謝してください。私たちは本当にたくさんのものを持っています。私たちはたくさんの神様に感謝できることを持っています。ますそして、聖書に書いてある私たちがこれから、えー、来る約束に対しても感謝しましょう。

しかし、信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。次にこの聖書箇所をキープしたまま次にルカの福音書の11章。二十節20。も一緒に読んでいきたいと思います。 ルッカの福音書十一章二十節お読みします。しかし、私が神の指によって悪霊どもを追い出しているなら。いるのなら、神の国はあなた方に来ているのです。私たちが神様の御国を私たちの人生、私たちの近所に。もたらしたいならば。そして家族にもたらしたいならば。祈ること。そして感謝して賛美すること。

聞く人もいないでしょうと。神様の愛、そして福音を私たちは述べ伝え、話す必要があるんです。イエス様はこう言ってですね、癒しが行われる時癒しがあるときは、神様の御国が来ると。私たちが人々のために祈るときに、 そして、イエス様の、えー、素晴らしさ、イエス様の、えー、良さを人々に述べ伝える時にその場所に御国が来るんですね。その場所にその状況に神様の御国が来るんです。だからといって私たちは、 札幌駅のど真ん中に椅子の上に立って、食い食めなさいとそうやって宣言する必要はないんですけども。でも,でもだからといって、静かにしている必要もないんですね。あの学校、また職場、近所の中で何も喋ゃならないその必要もないんです。

If we don't do anything, then nothing will get done. That's why we have, we have the choir, we have basketball, we have the outreach yesterday.

別にその友達に30分の長々としたスピーチをする必要はないんですね。先先週ジェェリーーー生がががシアしたたたたよよようにお隣当時住んんんでいい、えーまうん、家の隣のののの隣をを叩いててて教教会会、うん、女性がこのターキ作ー作っっくくれれだだねね人と そういったことは別に大きなことではないですよ、ね。このターキー、教会の女の人が作ったんだけどどうかなとか。でも、そのジェリー先生の言葉を聞いた女性の人が、問題に直面したときに、その問題の答えを知っているジェリー先生のもとへと言ったんです。 私たちも同じように職場の中で、あ,あ、日曜日、教会に行ってるんだよとか。本当に楽しいところなんだよね。本当に頭狂ってる外国人もたくさんいるしとか。<laughs> ちょっと人々が叫んだりしてちょっとうるさいかもしれないけど。でもそれでも楽しいんだよねと。<laughs> 私の持っているアコースティックギターは私が今持っているアコースティックギターはもう本当に二十数年前にある日本の宣教師の人から預かっているものなんですねでそのギターのところにステッカーが貼ってあって赤いシールなんですけど本当に コカ・コーラのステッカーかなと思うぐらいの,ものんですね。そこには、コカ・コーラではなくて、クリストと書リストと書いてるんですね。So、Friday, my, そして、私、金曜日、えっと、仕事で、ホイクに行ったときに。そこで、英語の歌を、えー、ギターで弾いてといるときに。そこで、英語の歌ーでに。そこで、英語の歌を、ギターで弾るギターで弾いてる その生徒の中の一人の男の子が「あ、ブライアン先生はコカ・コーラのステッカーついてるんだよね」っていや「違うんだよ、これあのコーラのステッカーじゃないんだよね」「これは私が愛してる神様の名前なんだよね」「あ、そうか」「あ、そうか」<と>「そしてその後授業を始めていくんですけども特に偉大なんか ことをする必要はないんです。でもだからといって何もしない何も行動しないとなるとその福音をその神様の素晴らしさを聞く人はいないんです。コルネリオンも同じようにペテロが必要でした。その奇跡が起こるためには誰かがペテロがその場所で 話す必要があったんです。その私たちが持っているその御言葉を、その言葉を私たちは発する必要があるんですね。Internet, 私たちは今こうやってインターネットでライブ配信もしているので、この場所ではなくて、世界中。インターネットを見ている人にも、それを述べたいことができます。Out, そして、その御言葉が流れるときに、三国がやってくるんです。You know, この世界は本当に悪いニュースで本当に溢れていますけれどもでも神様の御国というのは良いニュースしかないんです。素晴らしいニュースを聞きたいですか神様の御国をシェアすることによってどんなに素晴らしいことが起こるかということ。良いニュース聞きたい人いますかいいニュース聞きたくないですか皆さん。戦争とかそういった悪いニュースを聞きたいですか SAT7, satellite 7, I think it's SAT7. SAT と言う、えー、あれ、ミニストリーチームがあるんですけども。And they broadcast the, the gospel message to 25 million people.Some ミニストリーチームは25 million。2500万人。No, 人々に神様の福音を述べ伝えていただいています、ね。So, in the Middle East and North Africa and the, the Muslim nations. うんと中東、または北アフリカ、そのイスラム圏の国々の人たちに神様の福音を述べ伝えているんですね。またう サウジアラビアイラン、イラン、またトルコなどそういったイスラム圏の国々に送ってるんですけども彼らがその言葉を受け取る人たちに2500万人の人たちがすることというのは、ただその通信,サテライト通信機器をあその通信のアンテナをただ 置いとけばそれを受け取ることができるんです、ね。本当に中東のどこにでもそのアンテナというのがあるんですけども。あ,あそしてそのミニストリーのリーダーが言っているのは、そういった、えー、働き、その通信、

そういう電話が,がイ,エイエス様に対する興味がある人で、えー、満たされているそうなんです。そして、そのえー、福音のんと話を聞いている、ある一人の、えー、人がアフガニスタンで起きていることによってのその恐れとか。 うんとそういった悲惨なことにも飽き飽きしたそうなんですね。で、この人はもうそういうものに飽き飽きしてたので、その福音を聞いて、そのミニストリーチームにえーと電話したそうです。で、その人はこう言ったそうですね。イエス・キリストという方はどこに住んでるんですか本当に今すぐに会いたいですと。 この時は25人でえっとし直して、その時はうなんで会うと、その何週間後にまた彼は電話をし直して25人で会うと、その時は25人その時は 一人の友達ではなくて25人もの友達、若い男たちが集まっていたそで。その住んでいたアパートがあまりにも小さかったので

で、そこで話は終わらないです、ね。その次の週、そのアパートに50人の人が集まったそうです。ただ単に、イエス・キリストがどんな人なのかを知りたかっただけなんです。それがどんどん続いていったそうですね。

So let's stop praying, change my situation.Jesus, your kingdom come in person.I thank you and I praise you.And get out and keep sharing the gospel.The kingdom of God will come.And change lives.Amen.Amen.

イエス様は私の人生に入ってください、私の心に入ってくださいということです。この聖書箇所の前に書いてあるんですけども、イエス様は、 にえっと、あイエス様の名を呼び求める人は全て救われると書いています。なので今この場所で皆さんにチャンスを与えたいと思います。そしてそのことによって、えっと、イエス様が自分の人生に入ってくるように。 アフガニスタンの先ほどシェアした人たちが祈ったように本当に簡単なシンプルな祈りです。ただ単に神様に罪を許してもらって自分の人生に入ってくださいというだけなんですね。なので私はこれから祈りたいと思います。なのでそういったことを受け入れたい人は後に続いて祈ってください。では祈りましょう。 天の血なる神様イエス。SK リストを感謝します。Jesus, thank you for dying for all of my sins. 私の全ての罪のために死んでくれたことをありがとうございます。私の心にお入りください。I make you the Lord of my life. 私の人生の主となってください。イエス様の名前によってお祈りしますアメンオンラインの中でも、また今この場でいる人たちの中でも、今この祈りをした人の心の中に、イエス・キリストの御国がやってきました。 神様の御国がこの日本にやってくる一番簡単な方法というのはシンプルにみんなが救われることなんです。そうすることによって、そのイエス様のことを信じている人々の心の中にもすでに三国があるので、すべての人が救われると神様の御国がやってくるんですね。神様、よかったです。では一緒に賛美していきましょう。 さん立ち上げてください賛美させげていきましょう Japan. Your kingdom come, God, to Japan. When His kingdom comes, it's going to be so good. Amen. Have a great week. It's a beautiful day today. 23 degrees. You can have all kinds. Go out and enjoy the sun. And if you need prayer, come up here. <laughs>